ジャイアンツ敗れ阪神の CS 進出決定、阪神ファン集合。おお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 お、来た、勝ったで、おおおお、やったぜ、来た、CS、CS 行ったで、ありがとうベイスターズさん、よっしゃ、CS、CS、CS、戦わずして勝つ。山安よう踏ん張った三夜 A クラス来た、やっぱ予祝効果あるわ、サンキュー、これで明日気楽に見れるわ、 A クラス来た、 CS よろしくなんだ、大勢さんかわいそうだな、巨人さんお疲れ、オフシーズン頑張ってな、明日は気楽に試合見れるわ、3位確定かおめでとう、4番の坂、何もしてないのに勝利してしまった、矢野ドラマが始まる、阪神おめでとう、山崎康明阪神勝ち、 A クラス、これで1試合遊べるやん、岡留と前川使えマジで、巨人の順位はまだなん、4位、矢野ドラマはここからなんで、矢野先生4年連続 A クラスって普通にすごいわ、矢野ずっと A クラスでわろた、矢野先生の授業はまだ終わらない、ほう、矢野先生4年連続 A クラス、阪神史上例を見ない名将へ、矢野先生、矢野先生、まあ行くだけな CS の気もするが、わら、よかったよかった、矢野は5年後くらいに再登板あるだろう、阪神もしくは他球団からも、さすがに大勢かわいそう、矢野引退が伸びたな、え、3位確定、確定、くさくさくさ、来た、矢野おめでとう、矢野先生とまだ野球ができる、矢野のサイン力えぐくて、くさ、就任以降 B クラスなしで退任はな、明日の甲子園矢野コール起きそうやな、開幕9連敗したチームが A クラスは史上初らしい、借金16から A クラスで、明日の試合くっそ楽しみやな、最後までエンタメ特化のシーズンやな。